次回予告。まこと、あなたそんなに牛乳風呂に入りたいわけ？はい。仕方ないわね。今からうちで本当の牛乳風呂を決めるわよ。ルイシャ先輩の家でですか？でも牛乳代がめっちゃ高いんじゃ。後輩の教育のためなら安いものよ。うちの妹も喜ぶだろうし、構わないわ。次回ブラコン。これが風紀委員の週末の過ごし方か。さあ行くわよ。